カットライン。俺の名前はヒロシ。スカット法律事務所で弁護士をしています。妻のウワコとは2年前に結婚、友人の誘いで参加した食事会で出会い、猛アプローチを受けての結婚でした。ヒロシさんはどんな女性がタイプ？そうだな、浮気しない人かな。じゃあ私ぴったりね。ウワコは料理がうまく、家庭的で経済感覚もしっかりしている倹約家でした。それで将来を共にするなら、こういう人がいいと思っていたのですが、結婚から2年経った今、なんだか様子が変わってきました。ねえヒロシ、新しいバッグいつ買ってくれるのよ。ちょっと何言ってるかわからない、先月買ったばかりだろ。あれ飽きちゃったんだもん、新しいの欲しい。俺は将来マイホームを建てて幸せな家庭を築きたいと思ってます。そのためにもなるべく無駄な出費は抑えたいのですが、うわこ昔はあんなんじゃなかったのにな。そんなうわこですが、ヨーツベクローゼットというアパレル系の会社に勤務しています。ただもうすぐ退職して専業主婦になってもらう予定です。うわこくん、ちょっといいかな。何ですか部長。確認したいデータがあって、資料室まで来てくれないか。はい、わかりました。うわこ、今夜どうかな。今日から妻と子供が実家に帰ってるんだよ。そうなの？じゃあ二人で楽しんじゃいましょう。ん？うわこから電話だ。はい、もしもし。ヒロシ、今日私ね、残業で遅くなりそうなの。だから悪いんだけど、晩ご飯適当に食べててくれない？そうか、大変だね。わかったよ、無理しないでね。遅くまで残業なんて、頑張り屋さんだな。今度何かプレゼントしてあげるのもいいかもな、などと考えていたのですが。うちの旦那ね、ほんとケチなの。それに比べて、あなたは素敵。そうか。羽振りよく何でも買ってくれるしね。持ってる器の違いかしら。あんな旦那とは早く別れたいわ。ゲスオさん、あなたも奥さんと離婚の話進めてくれてるんでしょ。あまあそうだね。でいつ頃になりそう？近いうちになるべく早く話をつけるよ。妻が二人目を妊娠中だなんて言えないよな。絶対よ。この人出世頭だし、ヒロシといるより断然いい生活できそうだわ。一方俺はというと、ウワコの勤め先であるヨーツベクローゼットから顧問弁護士になってほしいと依頼を受けていました。その依頼内容はというと。横領ですか？はい、お恥ずかしい話ですが、うちの社員の中に会社の金を横領している者がいるみたいで、その調査や対応を含めてぜひ先生にお願いしたいんです。なるほど。これまでは別の方に依頼してたんですが、あまり成果が上がらなくて、そんな時に敏腕だという大平先生の評判を聞き、ぜひにと思いまして。ありがとうございます。嬉しいお話ですが、御社にはうちの妻が勤めてるんですよ。はい、承知しております。身内がいる会社の顧問を担当するのは基本的にはちょっと。そうですか。ああ、でも妻はもうすぐ退職するって言ってたっけ。なるほど、それでしたら弊社としては全く問題ありません。そうですか、そういうことでしたらぜひ。こうして俺はヨーツベクローゼットの顧問弁護士を務めることになりました。しかし守秘義務があるので、正式に業務を開始するまではウワコにも内緒にしておかなくてはなりません。そんな中ウワコは残業で帰りが遅くなる日が増えてきました。もうすぐ退職なのに大変だね。引き継ぎとかあるしね。ん？なんか今日香水きつくない？いくらアパレルとはいえそんなに多いで大丈夫なのか？そう？ああ、そういえば会社で付け直したかも。そっか。なに？なんか疑ってるの？いや、別に。いつでもおしゃれしたいのが女心ってもんなのよ。そんなこともわからないの？私はね、いつでも美しい女性でありたいの。だからおしゃれしてるのに。ちょっと落ち着けって。そんなに怒ることじゃないだろ。もうわかったから。もういいわ、私寝るから。じゃあおやすみ。そんなムキになることないだろ。どうも最近怪しいんだよな。数週間後、この日俺は顧問弁護士としてヨーツベクローゼットで会議を行う予定が入っています。
よしっと、資料は全部揃ってるし、準備は完璧だな。会議は本日の夜に行います。先方の重役が集まって、そこで俺が新たな顧問弁護士として紹介されることになっています。お、上子だ。はい、もしもし。あ、ひろし、今日ね、実は会社で大事な会議があるから帰りが遅くなりそうなの。そうか、分かったよ。じゃあそういうことで。大事な会議って、もしかして俺が出席する会議のこと？でもあれは重役だけが参加するんじゃなかったっけ？別の会議もあるのかな。まあいっか、現場に着いたら分かることだしな。そして、どうぞこちらです。失礼します。俺が通されたのはとても大きな会議室でした。開始まではまだ時間がありますが、部屋の中には重役と思われる面々がすでに集まっていました。軽く挨拶を済ませ、窓の外を見ると、わあ、綺麗ですね。いい眺めでしょ。向かいのビルでは毎年このシーズンに向けてイルミネーションを点灯させてるんですよ。へえ、いいですね。弊社ではちょうどこの会議室からだけ見えるんです。他の部屋からは見ることができません。曜日によってメインカラーが変わって、毎日飽きずに楽しむことができるんですよ。そうなんですね。ところで、この部屋以外にも会議室ってあるんですか？ええ、他にもいくつか会議室はございます。ですが大きな窓があるのはこの部屋だけで、他の会議室に窓はございません。ちなみに別の会議のご予定は？いえ、今日はこの会議だけですが、どうかされましたか？そうなんですか。じゃあうちの妻は今どこに？はい、就業時間は過ぎてますし、奥様ならもうとっくに退勤されておられるかと。残業じゃないんですか？残業？うちは基本的に残業はしないようにと言ってありまして、ほとんどの社員は定時で帰宅しておりますが。大丈夫ですか？顔色があまりよろしくないようですが。いえ大丈夫です。今まで上子の行動に不審を抱きつつも、心のどっかで信じたい気持ちがありました。でもこれで妻の嘘がはっきりしました。もしもし、上子、ちょっといいかな？何よ、今日は会議だって言ったじゃない。電話なんてしてこないでよ。そのことなんだけどさ、本当に会議室にいるのか？本当よ、何疑ってるの？ちなみになんだけど、どこで会議してるんだ？どこって会社の会議室に決まってるでしょ。会社で一番大きな会議室よ。へえ、その部屋って窓はあるの？窓あるわよ、大きな窓がね。じゃあ今窓から何が見える？ねえ、ちょっと何が聞きたいの？いいから答えてくれよ。なんなのよ、まったく。そうね、窓の外には向かいのビルのイルミネーションが見えるわ。綺麗ね。下手な小芝居しやがって。そうやって嘘を突き通すつもりだな。そっちがその気なら。あのビルか、俺も知ってるよ。なんでヒロシが知ってんのよ。確か曜日によってメインカラーが違うんだよな。今日は何色なんだ？そうそう、へえ、あのイルミネーション結構有名なのね。ちなみに今日は木曜だから緑よ。緑だっけ？聞いた話だと違う色だったような。いや、でも絶対に木曜は緑のはずだけど。いや待てよ、今日はビルのメンテナンス工事が入っててイルミネーションがついてないんじゃなかったっけ？そうなの？そうなのってどういうこと？いや違うの。そうね、そうそう、そうなのよ。今日は工事中だったわね。私なんか勘違いしてたみたい。だよな。いや、俺はてっきり君が嘘をついてるのかと思ったよ。そんなわけないじゃない。もうヒロシったら何を言ってるのかしら。いや待てよ。何？思い出した、工事してるのはその隣のビルだっけ。だから今日はイルミネーション点灯してるはずだよ。俺の方こそ勘違いしてたわ。いや悪い悪い。ところで今君の目には一体何が映ってるんだい？いや、それはちょっと会議前でバタバタしてて曖昧なこと言っちゃったのよ。でも会議なのは本当よ。なんなら上司に変わろっか。ゲスを変わって。あれ？いいから早く。
ああ、私が上子さんの上司ですが。ああ、これはどうも。いつも妻がお世話になってます。いろんな意味で。今日本当に会議なんてあるんですか？もちろんですよ。こうして現に私も出席してますし。そうですか。わかりました。あ、妻に代わってください。どう？これで信用してくれたかしら？ああ、よくわかったよ。君も、君の上司も、全く信用できないってことかな。ああ、それどういう意味よ。俺さ、今君たちの会社にいるんだけど。え？もっと言えば、綺麗なイルミネーションがよく見える窓のついた大きな会議室にいるんだけど。え？おい、うわこ、一体どこで誰と会議してんだよ。前から怪しいとは思ってたけど、さてはそのゲスオっていう上司と浮気してやがるな。それはその反応は図星だな。そうよ。だったら何？弁護士と結婚したら贅沢できると思ったのに、あんためちゃくちゃケチじゃない？もうヒロシなんか用なしよ。私あんたと別れて上司のゲスオさんと結婚するから、ゲスオさんもそうしてくれるって言ってるしね。でっかい声だな。あ、言い忘れたけど、俺の周りには君の会社のお偉い重役の皆様方が勢ぞろいしてるからね。今の君の声、会議室中に響き渡っていたけど大丈夫？ちょっと待って。ねえヒロシ、違うのよ。これには理由があるのよ。だからお願い、さっきのは嘘だったって伝えてちょうだい。いや、もう遅いわ。皆さん顔を真っ赤にされてるしね。そういう話は裁判で聞くから。ああ、実は俺、上子の会社に顧問弁護士として雇われてるんだよ。何でも君の会社で横領してる社員がいるんだって。横領？いや、そしてその犯人は今君と一緒にいるゲスオっていう男なんだよ。あ、そろそろ会議が始まるから切るわ。じゃああとは法廷でお会いしましょう。さようなら。そんな、どういうことよ。こうしてゲスオは横領の罪で逮捕。奴の金回りが良かったのは、会社の金を横領していたからなんですね。セレブ生活を夢見ていた上子の目論みは見事に破れました。そして俺は離婚を突きつけ、容赦なく慰謝料を請求。おまけにゲスオは横領した金の返還請求と、奥さんから慰謝料と養育費を請求されているそうです。顧問弁護士になった手始めに不倫と横領の当事者を追放できたのは、なかなかの手柄になったのではないでしょうか。夢のマイホームはもう少し先の話になりそうですけどね。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ぜひ他の動画もチェックしてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。